カメオンまで帰ってきますよ。お、一斉にね、一斉の準備です。連絡来ますからね、これで今、乗り換え用の熊野方面に来てるか、鴨居行くも発車してみようと。はい、冷静に考えてみたらすごいですね、名古屋と、鴨と熊野市なんで、ほぼほぼ、今ここから三重県にある、ほぼほぼ全部、ほぼほぼじゃなくて、すべての、名所線以外か。JR とか三重県の駅に、今この瞬間に全部行けるんですもん、すごいですね。ね、全部確定ですからね。いやぁ、なんとか。まあ、ぐるっと回ってきて、朝が早かったんで、私、なんとか7時半に戻ってくれましたね。なんか、道中、雨も降っとったんで、どうなるかと思いましたけど、あそこは、やっぱし、山田さんですよ。ちゃんと、神山着いた時には晴れてますね。さあ、ちょっと、さすがに歩きすぎたね。足が来てるか、エレベーターに乗ろう。そして、ここは相変わらずディーゼル音がすごいから、ちょっとエレベーター使おう。はぁ、あ。はい、ごめんなさい。見てください。見てください。ってことで。あ、カメラ持ってきますけど。まあ、今回はね、朝4時台の始発に乗りたいっていうのがあったんでね、めちゃくちゃ早く出ましたけど、まあね、あそこまでしなくても目的地がある程度決まっておればね、普通に出発すれば、しかも亀山だと何がいいって、亀山始発なんでね、ほぼほぼ着席保証ですからね。で、次は22、え、こんなに来ないの？さすがに来るよな、間に。ああ、そっちあるよね。19時55分ってことなんで、まあでもだいぶ時間はありますからね。この辺りはね、ちょっと気をつけないといけませんからね。さあ、じゃあ最後にピッと押していきましょう。はい、ちょ。なんだ。あそこに書いてあった駅だと、大垣、美濃赤坂と時豊、あ、オーブンを焼いてないのか。特別快速に乗ったんで、あれ、通過しますからね。ずっとこいついますよね。何なんでしょう。低空業で、この車両入ってる、入ってないと思うんだけど。わかんないや。とりあえず。よいしょ。あ、行きます。なんか今なったと。あ、ちょっとね、勝てない。疲れた。まあ、あと、しれっと、全くもう、動画紹介もしてなかったけど、なんか、駅弁、復刻駅弁みたいなのが売ったんで、買ってみました。また動画になってると思いますよ。もぐもぐ動画かなんかで、出していくと思いますんでね。まあ、しかし、夜も綺麗になったな。何やかんや、カムヤム駅を使ってます、最近。というか、まあ、あそこの100円ね、パーキングは何せ優秀ですからね。すべてのコスパが変わりますからね。会計近鉄だとね、あの値段で、さらに1日1000円以上しますからね。1500円とかするとこまで行ったりしますからね。ってなってくると、2日で3000円でしょ。泊まりがけで行ったら、それだけで3000円、バーサス200円。2800円差出ますからね。大阪の片道運賃ぐらい変わっちゃいますからね。っていうのは、大きいですよね。さすがに大きいんでね。また、ちょいちょいと、この亀山。特にこのやつは、いや、このやつで行く場合はね、亀山からの利用。亀山以外でも、鈴鹿とかでね、川野とかあの辺りとかからね、笠戸とかから使う方は、まあ、ちょっと切符だけね、事前に買っとかないといけないとかっていう縛りもありますけど、
便利に使えると思いますんで、おすすめですね。これはいいんじゃない？うん、いや良かったです。ということでね、まあ私はこの後はぼちぼちと家に帰っていこうと思いますんで、またね次回の動画でお会いできればと思います。さあ、そしてこれがいつ上がってんだろうね。2023年度中ってことはないね。2024年度にはなってると思うから。もしかしたら夏かもしれませんね。どうなってるか分かりませんけど。まあ、また何かで、次は年末の動画かな。それまでに一回ちょっとまたどっか出かけるから。いや、でもね、いい感じ、これからクリスマスおせち、節分という、怒涛の部屋取りシーズンに入るんで、冬は。まあ、寒いからあんまり出かけない。くないっていうのもありますけど、よいしょ、よし、あ、でもこっちももういっぱいだもんね、すごいね、よし、じゃあまた戻っていこうと思います。ということで、とりあえずこの動画これぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。いや、満喫寄ってくか、無理だ無理だ、これ運転厳しいね。満喫かな。